城東高校野球部主将福本翔吾です。今年のチームのテーマは全力疾走、全力発声です。秋、春、総体ともに悔しい負けを経験したので、夏の大会では粘りの城東として昨年の先輩が越えられなかったベスト4の壁を越えて甲子園を目指したいと思います。城東高校優勝するぞ。よー